島根県内のほとんどの小中学校で今日1学期の終業式がありました。新型コロナウイルスの影響で2週間短い夏休みがスタートです。大変さを知りました。このうち松江市の中央小学校では3密を避けるため河合克則校長が校内放送で教室の児童に休み中の注意点などを呼びかけました。新型コロナウイルスによる長期間の休校措置を受け、県内の学校では夏休みが短縮され、中央小学校の夏休み期間は明日から来月23日までと2週間短くなりました。ショックです。おじいちゃん家で釣りとかします。短い分いっぱい楽しみたい。宿題減らして夏休み増やしてほしい。いつもは同じ中国地方の方へ旅行行ってたりとかしてます。旅行行くか、微妙なところですかね。授業時間を確保しようと今日も午前中は授業を行ったほか、家庭訪問などができなかった影響で通知表は児童に見せてから一旦回収され、来月初めの個人面談で教員が保護者に直接渡します。お母さんになんか通知表をあまり見られたくないなって思ってるんで、なんかちょっと嫌だなって思ってます。夏休みは短くはなりましたが、子どもたちはその分思いっきり楽しみたいと話していました。一方、米子東高校では今日は終業式なんですが、今回はこちら校長室で行われるということなんです。行われたのはオンラインでの終業式。例年は全ての生徒を体育館に集めて行っていましたが、今年は新型コロナウイルスの予防対策として校長室から各教室に配信されました。オンラインで校長先生の顔が見れるっていうのが新鮮だったんですけど、夏休みに入ってからもオンライン授業とか講習あるので全然夏休みっていう実感が湧かないです。どっか出かけたりっていうのはなかなか難しいんですけど、家の中でゆっくり過ごしたりは、休養はしっかりとりたいなと思います。オンライン授業を導入してですね、一定の学習効果を生んだわけでありますけれども、遅れを取り戻すために行うものでありますので、さらに短くなるんですけれども、少しでも充実した夏休みになることを願っています。米子東高校ではオンライン授業を取り入れるなど対策を講じてきましたが、それでもおよそ1週間分の授業が取り戻せていないことから、来週金曜日までオンラインまたは通学で授業を行うということです。